ルイ・ニコラ・クレランボールイ・ニコラ・クレランボーは、フランス正規バロック音楽の作曲家、オルガニスト。とりわけ、フランス語カンタータの作曲家として、名を残す。父親も実子もいずれも揃って、音楽家であった。幼いうちからバイオリンとクラブさんを学び、アンドレ・レゾンにオルガンを指持。また作曲と、声楽も学ぶ。グランゾギュスタン教会のオルガニストを務めるとともに、 マントノン夫人に仕える。ルイ14世が崩御し、ギリオーム・ガブリエル・ニベールが死去したのに伴い、ニベールの公認オルガニストとして、サンシュルピス教会に勤める傍ら、サンシールの王室において、貧しい貴族の女子教育のために教師を務め、音楽とオルガンを教えたり、合唱と聖歌の指揮を取ったりした。マントノン夫人の没後もこの職務を続け、任期中に、 フランス語カンタータというジャンルを発案し、この分野で並び立つもののない巨匠となった。1719年より、恩師アンドレレゾンの公認オルガニストとして、グランジャコバン教会に奉職。ありがとうございます。